い、こんにちは。シャー大佐ですね。まあ、こんにちはというか、さっきの、ディーラーからの届きなんですけど、じゃーん、これ皆さん気づきました？黒くしましたシール貼りました。シールちょっと貼って、ちょっとまだ貼ったばっかりなので洗車ができない状態なの。なんかシール貼ったばっかりはちょっと洗車はちょっと1週間ぐらい、まあ、水があんまり良くないのかな。で、あれなんですよね。えどうですか皆さんどうですかって。また電車ね、久しぶりなんでちょっと大佐乗りがなくなったなって思うかもわかんないんですけど、僕のこのもう第一印象はこのもうブラック、この屋根を黒にしたことによってのこの第一印象は、かっこよくなったというよか雰囲気が変わったなみたいな感じです。雰囲気がめっちゃ変わったんじゃないのかなって感じなんですけど、めっちゃもう鳥のうんこだらけでめっちゃ汚いんで早く洗いたいんですけど、雰囲気はめっちゃ変わったなって感じがすごいします。まあ、あの艶消しの黒じゃなくて普通の、艶ありの方の黒にのシールを貼ったんですよね。で、貼った場所は後でまあ紹介するんですけど、こいつまた家で撮ってるなと思ったんですけど、なかなかねこのね傾斜になる場所で撮影ができる場所ってなかなか少ないんですよ。でたまたま自分の家がちょっとこう傾斜になってるところがあるもんで、傾斜にすればこの屋根が映るかなと思ってまた家から撮ってます。なんて安上がりな動画なんだと思うんですけど、今からちょっとこうどこを貼ったのか説明していきたいと思います。どうですか、かっこいいと思うんだけどな。かっこいいというかなんか純正っぽいですよね。すごいなんかこう収まり方がやっぱこれちょっと羽根つけといてよかったなって感じがしてますね。まあそんな感じでちょっとどこ貼ったか説明してみましょうかね。なんかでもいいかもしんない。とりあえず洗車したいな。ではちょっとどこ貼ったかやっていきましょう。はい、じゃあですねちょっとどこを、貼ったのかちょっと見ていきたいと思います。ちょっと背が届く範囲で手持ちでやりてます。まずここですよね。ここが両サイドで2面で、この天井汚ねえな。この天井のここの部分が1面だ。ここで3面、左右で3面ですよね。3面の、あとここがちょっと割れてるっていうか、ここが分割になってるもんで、ここが1面、これで4面。あ、シールを貼った場所ですよ。これは4面で、あとアンテナ、こんなんが貼れるんだろうねこれね。えこれ貼ってるんだよね。これすごいよね。あ、空気入ってんじゃないのこれあれあれ空気入ってるぞ。まあそんなはいい。まあとりあえずまあ後で言おうかなと思うんですけど、あのアンテナ部分がシールになって、合計で 5面なんだけど、まあアンテナで5面っていう形になりますね。こんな感じで、このスポイラーはこれもともと僕はこの黒のやつをつけてたので、このスポイラー
なんかこう、まあスポイラーテールスポイラーみたいな、あゲートスポイラーか、ゲートスポイラーは黒でやってますね。だからいい感じですよね、こう同じような感じでこういう風に屋根がなってくっていう形ですよね。背が届かないんで分かんないな。まあこんな感じ、横から見るとこんな感じ。シルバーってね、僕ね多分ね夜見た方のがねなんかかっこいいと思う。日に当たるとあんまり僕はちょっと好きじゃないなみたいな感じですね。汚ねえなこれね、台風後なんですよ実は。ちょっと汚いですよね。まあこんな感じになります。まあこれをかっこいいと撮るか、かっこいいと撮るか、なんだろうな、純正っぽいとかとそういう風に撮るのか、収まりがいいと撮るのか。でもまあやっぱり屋根は低い感じはちょっと出ますね。やっぱ上を黒にすることによって、なんて言うんだろうな、屋根が低い感じがしてちょっとシェイプで、ごつさとシェイプさが混ざっていい感じなんじゃないでしょうか。まあそんな感じなんですけど、このシールですね、一応ね寿命が、まあ、2年から3年ということで、貼り替える方のがいいみたいですよね。貼り替え、まあ、僕多分そんなに長く乗るのかな、まあ、乗って4年かなと思うんで、まあ3年ぐらいでちょうど寿命かなと思うんですけど、まあらしいです。だから長く乗る方は貼り替えか、まあ、剥がすかみたいな感じなんですよね。まあこれはやる人がいたら、もしそこの相談してあげてください。まあ、電車うるさいな。まあそんな感じになりましたね。でここであれなんですけど、やっぱりブラックエディションがちょっと気になりますよね。さっきあのディーラーで話してたように、ブラックエディションがちょっと気になるところなんですけど、まずブラックエディション、ここがね、ここも何度も説明しているようにフロントスキットガーニッシュが、僕の場合は、オプションで買って、グロスで、塗装する、ツヤありの黒で塗装するっていうのが、ブラックエディションだと、塗装のツヤ消しみたいな感じの黒になっちゃいますよね。っていうのと、あとここですよね、この線から下、ここが黒になる、同色じゃないんですよね。とあと、ここサイドのここですよね、このサイドのここのサイドスカートっていうのかな、まあこの部分が要は、黒になる、まあ、これと多分このここと同色になるのかな、まあ、同色って言ってもこれ塗装してないだけなんだもんで、普通の艶消しの黒っぽくなっちゃいますよね。これとあと後ろがここの両サイドが、黒くなるのと、まあ、ずっと前からここの線から下が黒くなるっていうのと、あとここが黒くなるんですよね。これは僕オプションで買って黒くしてるもんで、あ黒くまたフロントと一緒のように塗ってるんで、これ黒なんですけどまあメッキから黒に変わってるだけなんであれなんですけど、ここがシルバーだと同色になるんですけど、P グレードで赤だと、
これが例えば赤だったりするとしても、これがシルバーになるんですよね。このここら辺、この歯みたいなのはもともと P でもこれ黒なんですよ。これね、意味わかんないみたいな感じなんですけど、これね、後ろだけかなりね、なんかね、統一感がないんですよ。ここだけなんかね、意味がわからないですよ。フロント行くとね、これがね、この歯みたいなやつは同色なんですよ。この3本下から出てる歯みたいなやつ、これが普通は同色なんですけど、なんでかわかんないんですけど、こう統一感がないというか、何なのかさっぱりよくわからないんですけど、でブラックエディションはこれが全部黒になると、これがシルバーだろうが何だろうが全部黒になるっていうことなんですよね。これは好みかな。このサイドの口っていうかね、そのフロントスキットガーニッシュっていうか、フロントのこの口の部分は黒でいいかもわかんないんですけど、ここがそのブラックエディションだとこのどうなんのかな、 G グレードだとここが同色じゃないんですよね。ここがこうなるんですよね。でさっき言った歯みたいなのがこれで、僕はこのここでパカッとはめてるもんで、この歯みたいなのがそのまま塗装されず残ってるんですけど、これが僕の車はシルバーだから、そのあんまりなんか違和感がなくなって逆に統一感を持たしてるんですけど、これが白とか黒とか赤とかシルバー以外の色はここだけシルバーなんですよ。ここだけで、いくら P グレードでもここは黒なんですよ。意味が分かんないみたいな感じなんですけど、まあ、この統一感がないのが嫌だから全部黒にしたっていう、した方がいいって思う人は多分ブラックエディションの方のがいいですね。ただサイドとこの、ケツこことこっから下とサイド、あとフロントの、こっから下が同色がいいなって思う人はもう P を選ぶしかないんですよね。これやらしいなみたいな、やらしいっていうか、まあ、結局その先代、2021年モデルを、買った人たちは、まあ、全然関係ない話なんですけど、どうなんでしょうね。まあ好みかな。まあ僕はこの全部同色の方のがいいからって思ってたんですけど、あとそのエアロで、なんかスカートとかを選べば同色にはなるんですけど、まあ、そこら辺も好みもありますし、なんか両面テープでクレームが出てるっていう話もありますし、まあちょっとどうなのかなっていうところです。だから僕的にはシルバーだったら P から育ててった方のがいいかなっていう感じはしますね。もうもともともう屋根が黒っていうのが出てますし、これでもともとこの屋根黒で同じようにやれば僕と一緒の仕様ができるという、嫌かみんな嫌だわな、そら俺と一緒の色は嫌だわな。まあそんな感じで、あっていうところになりました。まあね、夜もちょっと映そうかなって思います。
じゃーん、こんな感じになりました。なんでかピーピーうるさいんですが、こんな感じでございます。いやー、やっぱ夜はいいね。夜のがこれ絶対シルバーはいいな。夜、夜がいいよね。パッシングもされてます。なぜか繁盛してるガソリンスタンド、すごい。やっぱり屋根がだいぶ、これ黒にすることで屋根がないような、もうオープンカーみたいな、そこまでは言っちゃやめだけど、メリハリ効きますよね。こんな感じになって、こんな感じで結構みんな空気圧入れてるんだなという感じになりますね。こんな感じ。な感じになります。はい、じゃあどうだったでしょうかね。まあこの黒に来たおかげで、レンジ改良も何のこの別に悔しくはないんだけど、まあでも、年次改良っていうかこの2022年バージョンを、チョイスされてて、このツートンカラーってどんな感じなのかなっていう方にはちょっとためになったんじゃないでしょうかね。まあシルバーと黒、あと赤と黒ぐらいかな、追加になったのは。だから現車、まあ、シルバー買おうと思ってるとか赤買おうと思ってるっていう方には、まあ、大体こうちょっとイメージついたんじゃないでしょうかね。シルバーもなかなかいいと思いますよ。シルバーあんま売れてないみたいなねまあそんな感じで、あれなんですけど、まあね、なんとか、P グレードと、PGMP グレード、G グレード、M グレードみたいな感じで、まあやっぱり差別化はちょっとあるんだなっていう感じはしましたね。まあそんな感じで、またちょっとね、洗車後撮っていきたいと思います。もうあまりにも汚いんでね、ちょっとまた撮りたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。では勝利の栄光を君に。